ヘール・トゥ・ザ・シーフは、イギリスのロックバンド、レディオ・ヘッドの6ス,スアルバム。2003年にリリースされ、同アルバムからは、ゼアゼア、ゴー・ツー・スリープ、ニニイコール・ゴが、シングルカットされた。UK アルバムチャート初登場1位、US アルバムチャート3位、日本では2位を記録。全2作をリリースした後に行った世界ツアーは、成功を収め、その時に培った。 ロックバンドとしての勢いを封じ込めようとしたレコードで、あると、アルバム発売前、エド・オブ・ライエンは、NME 誌に語っている。アルバム制作は、まず、トム・ヨークがそれぞれ、ザ・グローミング、エピスコバ、ホールド・ユア・プライズと命名された3枚のデモを作り、そこからアルバム1枚分に厳選して、メンバー全員で楽曲を仕上げていくという形で、行われた。 制作途中で小規模のライブをリスボンで行い、そこで新曲を試して、もう一度スタジオに戻って作業し、アルバムは完成された。録音、制作は主に本拠地オックスフォードとアメリカロサンゼルスで行われた。今までのアルバムとは違い、一曲に凝りすぎて、時間をかけすぎないこと、むやみに長い曲を入れないことなどのバンド内での制約が設けられ、 ミニマル、リラックス的でかつ荒々しい作風を試行してスタートし、それは、大枠は最後まで守られた。トムは、結成以来初めて、アルバム制作中に、メンバー同士で殺し合いになりそうになかったので良かったと、している。制作には、ラップトップコンピューターが引き続き使用されたが、ジョニー・グリーンウッドによれば、電子音は、 ロックフィーリングにかなったルーズな使い方を試行し、全2作のような、精緻な方法では用いなかったとされる。発売前はエドが、メディアに対して、次のアルバムはメタルだね、みんなでポイズンを聴いて勉強しているんだなどと散々、めくらましを行い、ザベンズ以来のロックポップス回帰の作風になるのでは、ないかと騒がれた。全員14曲56分という、 レディオヘッドのディスコグラフィーの中で最も長尺な作品。トムは今作をちょっとスイング感があると評している。当初、タイトルはデモ CD と曲のタイトルを取ってザグローミングになる予定だったが、最終的には2000年のアメリカ合衆国大統領選挙における一連の投票結果総称の後、アルゴア支持者たちがジョージ・ W ブッシュを ブッシュが選挙結果を操作したと批判する目的で用いたフレーズである、ヘイル・ツー・ザ・シーフを採用した。なお、このフレーズは、アメリカ大統領のための参加、ヘイル・ツー・ザ・チーフの文字りである。すべての楽曲には、副題が付けられており、2ニイコール語以外の曲名には、ピリオドも含められている。作詞、作曲はすべてトム・ヨーク、ジョニー・グリーンウッド、 フィルセルウェイ、エド・オブライエン、コリング・リーンウッド22イコール522イコール53時19分、シットダウン。スタンドアップ、シットダウン。スタンドアップ、4時19分、セールトゥザムーン。セールトゥザムーン。4時18分、バックドリフツ。バックドリフツ。5時22分、ゴートスリープ。ゴートスリープ。3時21分、ホヤア・アイ・エンド・ユー・ビギン、ウェア。 I end and you begin.4 時29分 .We suck.Young blood.We suck.Young blood.4 時56分 .The glowing.The glowing.3 時32分 .They are there.They are there.5 時23分 .I will.I will.1 時59分 .A.Punch up.A.Wedding.A.Punch up.A.Wedding.4 時57分 .Mixama Taurus.Mixima Taurus.Judge.Jury and Executioner. 3時52分スキャッターブレイン、スカターブレイン、3時21分アウルフアットザドア、エーウルフアットザドア、3時23分。ありがとうございます。